どうもお疲れ様です。金持ちになる言葉シリーズでございます。まあこのねシリーズは舞姫大学のナミさんの発売するクリスマスタートっていうね商品のご案内ラインですか、こちらの方のご登録を促すための動画なんですけども、今回ね私からもねその登録は抜きにしてこの動画を視聴されてる方にね、まあこういう風な考え方ならお金持ちになれるんじゃないかっていう風な、まあ私自身が感じた一つのエピソードね、動画でお届けしようかと思います。で、それはですね、二人の靴職人っていう言葉なんですよ。で、これは言葉っていうよりも一つのエピソードなんですけども、二人の靴職人が新しい町に商売に行くんですよね。で、その新しい町にたどり着いた時に、二人の靴職人は、その町に住む人を見て、全く別のことを感じるんですよ。一人の靴職人はその町に歩く人を見てね、こういうふうに感じたんですよ。なんとね、その町の人は誰も靴を履いてなかったんですよ。靴を履く習慣がなかったんですね。だから一人目の靴職人は、あ、ダメだこいつら、靴履かねえよと、靴なんて売れるわけないよって言って帰っていったんですよ。もう一人の靴職人は、あ、誰も靴を履いてない、みんなに買ってもらえるかもしれないと思って靴っていうものを売り始めたんですよ。まあ、どちらが売り上げを上げたのかってはっきりしてるじゃないですか。それで私は思ったんですよね。数年前ですけども、もう国の方からね、政府の方から10万円の給付金を一律給付するっていう、まあ、そんな話があって実際に実行されましたよね。で、その後すぐに第2弾が出るんじゃないかなっていうことで、まあ、色めき立ったんで、私はね、第2弾の給付金がもしかしたら出るかもしれないよっていうふうに感じる政府要人の発言をまとめて動画にどんどんして出していったんですよ。そうするとコメント欄に非常にね私の動画で励まされたと。自分は低所得でもしくは生活保護で本当に10万円をもう一回もらえたらなんとか年を越せるんだけどなみたいなことでね、切実な声が溢れていたんですよ。で、結局その10万円支給はなかったわけなんですけども、私のところにね、まあ、その時に2000人ぐらいの視聴者さんが集まったんですよ。増えたんですよ。で、この2000人ぐらいの新しい視聴者さんの中で、生活保護で受けていらっしゃる方がね、結構いらっしゃったんで、じゃあ生活保護の人に何かね、ビジネスをやってもらおうかなと思って、そういう動画もどんどん出していったんですよね。でも当然、ネットビジネスをやる人とか、こうやって YouTube で情報発信する人って、生活保護の人に何かをするってことはほとんどないんですよ。どちらかというと、お勤めで安定収入があって、その安定収入の一部をこっちに払ってもらう代わりに何かをしましょうみたいなね。そんなビジネス、当然だと思います。収入のない人とか、収入の少ない人に商品をね、やっぱり10万、20万って売っていくのって、なかなか難しいと思うんですよ。で、私も同じなんですけども、速稼塾っていう商品30万を生活保護の人に、ボンボン売れるとは思ってなかったんですよ。ただ、売る前に生活保護の方に金銭的な余裕をもたらしたらどうかっていうふうに考えたんですよね。まあ、これは二人の靴職人のうち、一人目の職人が考えないことですよ。あ、この人たちは、ビジネスの商品なんて買ってくんないよと思ったわけですよね。私も同じです。速稼塾っていうビジネスの商品なんて買ってくんないだろうなと思いました。でも、稼がすことができたら、その稼いだお金でもって買うかもしれないし、少なくとも稼いだっていう経験をすると、その人は楽になるんじゃないかなと思ったんですよ。これは、靴を履く習慣を持たない人に、靴っていうのはこういうもんですよ。一遍履いてみてください。どうでしょうか？気に入ったですか？っていうふうにお試しをすることなんですよね。じゃあ、速稼塾っていう知恵の中で生活保護の人を稼がすことができたんだったら、一定の信頼関係になりますし、私自身、生活保護の人に稼がすことができたっていう私の実績になるわけですよ。だから、みんな得するんですよね。うん。それでいいんじゃないかなと思いまして、やってみましたら、まあ結局ね、短期間でお金を稼ぐ人っていうのが生まれたわけですよ。思い出したらね、いろいろと出てくるんですけども、例えば、母子家庭で、お母さんが40代、で、娘さんが中学生みたいな母子家庭の方がいらっしゃって、そのお母さんから、ぜひね、稼がしてほしいっていう話になったんで、どんなことができるのかなって聞き取ってみたんですよ。まあ、そしたらその方は、娘のお弁当毎日作ってるグラフぐらいしか私はできることがありませんって言ってたんで、じゃあお弁当作って売りましょうって話になって、結局お弁当売れたわけですよ。
でゴールデンウィークに差し掛かった時にお弁当じゃなくてその人は自発的にオードブルを作ってそっちの方の単価アップ商品も売れて結局4月5月の売り上げっていうのがね10万円を超えたってことなんですよね、うん、これっていうのは別に新しい能力を使ったわけじゃなくて残存能力って言ってできることをやった結果しかも今まではお弁当を自分の作ったお弁当をね娘さんだけにしか届けてなかった娘さん以外の人にはマーケットが広がっていたんですよ、ね、そこを2人の屈辱に風にどう考えるかです。いや私の弁当娘以外には誰にもね食べてもらったことがないんで売れないよって考えるのかそれとも娘が毎日食べて空にしてくるぐらいのお弁当だから他の人にも売れるんじゃないかなと思って売ってみたら売れたってねどっちに考えるかですよね。まあこういったエピソードとかそれから、ワンパク空手教室ってのがねありましてねありましてっていうか私が作ったんですけどもそれは65歳の方もう40年間仕事らしい仕事なんてしたことがなかったよみたいなねそんな65歳の方が生活保護でいらっしゃってでお一人でお住まいだったんですよね。でその方もなんとか稼ぎたいって思ってたんで何しようかなっていう時にじゃあワンパク空手教室をやりなさいその方は空手の経験なんてないですスポーツの経験もないですって言われるんですよ。いやいいんですよとワンパク空手教室っていう張り紙をして近くの公園かなんかで、空手のね、道着を着て、それでまあラジオ体操でもしとってくださいってやってもらったんですよ。その人は実行しました。で空手着は私が送りました。私の使ってたやつをねでそれを着てもらって毎日ラジオ体操してワンパク空手教室500円っていう風なね張り紙をしていたらまあ子供たちがね結果的には10人ぐらい空手を学びに来たらしいんですよ。でも教えることは空手ではなくって挨拶とか礼儀とかお父さんお母さんへの言葉の使い方っていうのを教えたらしいです。それは空手は礼に始まり礼に終わるっていう精神からまず皆さんには空手の方よりもそういうことを覚えてもらうねっていう感じでやったらしいんですよ。でそれは65歳のその人はできるわけじゃないですか、ね、そうするとそのお子さんの保護者の方が来るようになってねなんですごく生活態度が変わりましたありがとうございますみたいな感じで、まあ、お父さんお母さんから毎月500円をなんかもらえるようになったり、まあ、缶詰とかねなんかお歳暮みたいなのをもらうようになったりとかしてで何よりも地域に自分を中心としたコミュニティができたっていうふうに言われてましたね。で毎月毎月それで5000円なりね、まあ、1万円なりちょっと売上正確にはずっと聞いてないんですけどもなんかもらってたらしいですね。ただあとは継続できたかどうかは分かりません。もう連絡はもうあれがだからね3年ぐらい経ちますねもうありませんから。ただそうやって人を稼がすことってのは別にできるしこれをくくるとね生活保護の方をこんな方法で稼がしましたっていう私の新しいノウハウができたわけなんですよ。ノウハウができたってことに関して私はそういったね生活保護の方が速稼塾に入らなくても私の商品が増えたってことに貢献していただいた。つまりアンケートのモニターをね募ったみたいな感じですよね。まあ、それによってこれから生活保護の方であろうとも自己破産の方であろうとも私は稼がしたっていう実績があるんでそういう方に対してもアプローチできるかなっていうところですね。ほとんどの方はこういったビジネスをやってる方って生活保護の方を稼がそうなんて思わないわけですよ。でそういうのをもうすっ飛ばしてねそこそこ固定収入がある、まあ、サラリーマンの方とか、まあ、そういった方にね主婦の方とかに商品を販売してアプローチして売り上げを立てるみたいなことをすると思いますけども、うん、私は別にね中学生にだって稼がすことはできると思いますし稼いだ売り上げの中から一部、うん、教育代くださいねっていう方法でもいいと思うんですよ、まあ、それがお金持ちになる言葉なのかなっていうふうに思いますね、うん、これ全て YouTube の動画のやり取りだけでこういうふうになりましたからね直接会ったわけでは何でもないです。何か特別なものを渡したことはないです。まあ空手着はあげましたけどね、うん、そんなところですかね。はい、それでね最後にこれナミさんにちょっとメッセージを送りたいんですけどもナミさんが私はこれで今年はものすごく考え方が飛躍しましたとか売り上げが見違えて取れましたみたいなね、まあ、そんな実例がありましたらこのクリスマススタートの中の言葉からでもいいですしね、それからそこに入ってないんだけども私がいつも大事にしている言葉がありますっていうのがありましたらそれをご紹介いただければなと思います。私はその2人の口職人っていうね
エピソードから今回生活保護の方を稼がしたっていう実績までつなげましたよっていうお話をさせてもらいましたけどもね、はい、いかがだったでしょうか。それでは皆さん、クリスマスタートの LINE 登録は結局お願いします。どうぞお楽しみに。